手に不足はない。合わせて呼んだか。我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ。行くぞ。あ、つけよ。ちょっと待て先輩。貴様。過ぎるんだよ先輩は。いつか身を滅ぼす、うん、それよりさ、どうやってじいじゃんを探す？見当はついた。一度見晴らしの良さそうな場所へ出よう。シュッ、よっよっ。奥に見えているのがメインピラーだ。ミッドガンを支える大黒柱だから、奴らが話していた聖域場はあの辺りのはずだ。なるほど。急ごう。シュッ。よっ。
なんだよね。そこが問題。
ミッドガルにいい人はいらない。この町がどうなると知ったことだ。うん。
今度こそ慎重に、無用な戦いは避けたい。わかってるって。抜き足、差し足、死ぬ PR し、あひょ、忍びれず。これがメインピラー整備場だろうね。
りゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場だ。先輩、今度はしくじらないでくれよ。じいじの命もかかってる。了解。さあ、接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウス。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージャン。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ、一度注目。この私こそが舞台に咲く一輪の花、ユピちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。舞台、敵と遭遇、応援を要請する。Thank you.
する。底力だな。うん、ありがとう、助かった。うん、わっはっはっは。どんなもんだ。早速だけどこれ、シンナビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが、究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。さあ急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、7番街の噂、プンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃー。
ってるの？魔鋼炉爆破班どものたまり場だったんだ。とんでもない話だよ。軍が突入した時は空っぽだったらしいわ。悪人は逃げ足が早いから。ここから離れた方が良さそうだ。このまま駅へ向かおう。どうぞどうぞ、いつでも挑戦してください。やらないんです。なんだろう。あんた、そんなとこで何やってんだい。やだ。そのチラシがどうかしたかい。見ない顔だね。最近、亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。何でも屋の追っかけじゃないだろうね。顔はあれだから、わからなくもないけどさ。はあ。でも、やめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやってやっと。私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でももう大丈夫。なんでも屋はいないよ。びっくりした。非常事態です。もうすぐウータに真犯人。ギリエちゃんとコンドルフォート、一回アングルで相手するよ。いらっしゃい。お兄ちゃん寄っていかない？同じニュースが。遅い。誰か待ってるの？はあ、デート？違うし。って誰？悪いけど話しかけないで。今機嫌最悪。それから俺はジェシー一筋さ。なんだろう。ああやってね。
ありゃ、この子じゃない。ありゃ、この子じゃない。チラシゲット。亀道楽の気配が浮いてる。温泉欲しい。よしよしよし、トラコも神だ。よしよしよし。ねえねえ、ちょっと待ってほしいっす。今猫ちゃんタイム。ちょっと待ってほしいっす。よっ、これぞ忍びの力。なんでも屋の剣を。よしよしよし。兄貴たち。今度みんなで作ろうぜ。今日も上に行けなかった。ジェシー姉ちゃんも怪我した。亀の歌声が聞こえる。ララ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 ラ。ご用件は何ですかな。なんだ、偽物じゃないぞ。近寄るな、離れろ。亀道楽が私を呼んでいる。何ですかな。掲示板にも貼っておいたのですが、廃工場の近くにもポスターを、あの一枚はどこに行ってしまったのでしょう。そうそう、チラシを貼った場所にはカメ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 ドラク。どこで売ってるんだろう。
こかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとしておる。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレンドと知り合いなのかい？あんた、シンナだよね。いかにも、私はローチェ。君は何かまずい匂いがするな。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォン、コンドルフォー相手をしてあげたいところ、もっと修行してきた。容疑者が見つかったって本当ですか？連日の爆破でモンスターも気が立つ。こんな時、私はここだ。恥ずかしがらずに出てきたのよ。見つけた。あたしにかかればこんなもんよ。
てやろう。よくも逃がさないよ。おお、お嬢一カメ二カ、素晴らしい。お嬢さんがキャンペーン達成第1号です。おめでとうございます。まあ、私の手にかかればこれぐらい余裕だね。ああ、そうだ、これ、差し入れ。これは、ダチョウ豆ということは、お嬢さんもなるほど、お忍びというわけですね。本当ならうちの店で酒でも酌み交わしたいところですが、お忙しいようですな。それに酒を飲むにはちとね、もう少し経験を積まれた暁にはぜひとびきりの料理と酒を用意して。ちゃんと逃げたよね。今は人の心配より自分の心配。先輩、やり残したことはないか。よし、また5番アイスラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑。無理してでも乗った方がいいぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。酔うのか？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。
メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。停戦の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下、兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。うん、うーたいも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。巨人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。絶好のチャンスだったのに。
あの女は兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に落ち着いて、サナ落ち着こう。私たち何しに来た。先輩すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンのとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ。言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。